グナエウス・コルネリウス・レントゥルス・マルケッヌスは、紀元前1世紀初期、中期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前56年に、執政官を務めた。レントゥルス・マルケッヌスの実の祖父は、マルクス・クラウディウス・マルケッスで、同盟主戦争中に、ルキウス・ユリウス・カエサルの下でレガトゥスを務めた。その次男は、パトリキのコルネリウス氏族、レントゥルスケニオ氏に入り、 プブリウス・コルネリウス・レントゥルス・マルケッヌスと名乗ったが、身分は、プレブスのままであった。彼が、レントゥルス・マルケッヌスの父であるが、政治家としては、造兵官で終わった。父、プブリウスの妻は、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカ・セラピオの娘、コルネリアで、母系をたどると、クイントゥス・カエキリウス・メテルス・マケドニクスの孫、スキピオ・アフリカーノスのヤシャゴにあたる。 プブリウスとコルネリアには二人の息子がいた。長男プブリウスは、紀元前74年にプラエトル。本記事のグナイウスは次男である。マルケ・リノスは、紀元前105年頃に生まれた。紀元前84年頃に、造兵三人官を務め、政治の道を歩み始めた。紀元前74年に、クアエストルに、就任、再び貨幣中造を担当した。 マルケッリヌスは第二次ポエニ戦争でローマの剣と呼ばれシチリア島の主落祭を征服したマルクス・クラウディウス・マルケルスの子孫であることからシキリア族衆の人々のパトロヌスであった。このため紀元前70年に前シキリア総督ガイウス・ウェルレスが権力乱用で告訴された時には原告側を支持した。紀元前67年マルケッリヌスは ポンペイウスレイカのレガトゥスとして地中海での大規模な海賊討伐に加わった。マルケッリヌスはアフリカ沿岸の海賊の脅威を取り除き、これに感謝したキュレネの市民はアポローン神殿に彼の像を置いた。紀元前61年、マルケッリヌスは他のノビレスたちと共にボナデアでの行動が神への冒涜であるとしてプブリウス・クロディウス・プルケルを告訴した。 紀元前60年にはプラエトルに就任した。法務官任期完了後、紀元前59年から紀元前58年までの2年間、マルケッディヌスはシリア属州総督を務めた。前総督、ルキウス・マルキウス・ピリップス同様に、マルケッディヌスもアラブ人の攻撃を防ぐために、その任期を費やした。ローマに戻るとマルケッディヌスは、執政官選挙に立候補し、 紀元前56年の執政官に当選した。同僚執政官はシリア総督の前任者であったピリップスであった。執政官就任直前の紀元前57年12月、マルケ・リヌスは元老院において、ポンペイウスが不在の間にカンパニアの土地問題を議論するべきではないと述べている。同僚のピリップスとは異なり、 マルケッヌスは当時大きな権力を有していた三党政治と対立した。失政官就任前にもマルケッヌスは三党政治の操り人形とも言えるプブリウス・クロデュース・プルケルと対立していた。彼はクロデュースは裁判にかけられるべきとし、クロデュースによって破壊されてリーベルタース神殿が混流されていたパラティヌスのキケロの家を本人に返却することを提案した。 この法案は承認されたが、5民間のセクストゥースワッティリウス・セランヌスが拒否権を発動した。マルケッリィヌスは、ローマに亡命していたエジプトの前ファラを、プトレマイオス十二世の処遇に関する議論に積極的に参加した。三党政治はポンペウスを軍と共にエジプトに派遣し、プトレマイオス十二世を福井させることを提案した。一方で、マルケッリィヌスは、 外交的な解決を求めたが、これはポンペイウスに対する明確な反対であった。後に、マルケッディヌスは、翌年の執政官に立候補したポンペイウスとクラススに公然と抗議したが、これは何の結果ももたらさず、二人は当選した。執政官任期満了後のマルケッディヌスに関する記録はない。 おそらく三党政治との清掃に敗れて政治活動を放棄せざるを得なくなったのだろう。あるいは任期満了直後に死去したのかもしれない。キケロが残した文書のおかげで、マルケリヌスが人議官の一人であったことがわかる。歴史学者は、紀元前48年のクアエストルプブリウス、コルネリウス・マルケリヌスは息子であると考えている。おそらく、マルケリヌスには他にも息子がいたのであろう。 アウグストゥスの妻であるスクリボニアは、ウグストゥスと結婚する前に二人の失政官、経験者と結婚歴があり、その息子の名前が、コルネリウス・マルケッリヌスであることから、スクリボニアの最初の夫はマルケッリヌスであるとした、歴史学者もいる。しかしは、マルケッリヌスの妻は、ファビウス氏族の女性であり、その息子コルキウスが、スクリボニアと結婚したと考える方が妥当とする、説もある。 キケロは、クイントスホルテンシュウスホルタルスと同時代の弁論家の一人として、マルケッィヌスを挙げている。マルケッィヌスは常に雄弁で、失政官の時には非常に雄弁な弁論家であることを示した。また考えるのが早く、語彙も豊富で、よく通る声の持ち主で基地にも飛んでいたと述べている。ありがとうございます。